愛知県立知流東高等学校は愛知県知流市にある普通科の県立高校愛知県内で3番目に新しい高等学校開校から2016年まで30年近くの間県内で最も新しい公立高校であった1学年の募集学級は2015年度より9学級創立以来三河学区からのみの生徒進学だったが2007年度より 調整特例で、終わり学区の大府市、豊明市、下郡東浦町からの進学者を受け入れることになった。地元では、死と略される。愛知県知獣市長篠の町三十八の六、未来の要請に応え、知、徳、体の調和の取れた活力のある人間の育成をキスと、し以下に示すような人間像の具現に努めている。努力を惜しまず、頼みなく学ぶ。 人間霊説をわきまえ豊かな心を持つ、人間苦難に耐えたくましく生きる人間。服部だけなりあがち旬中根正美石川拓平村田、久吉た倉正文杉浦ひ一郎愛知教育大学、副学長、理事、愛知県総合教育センター所長、愛知県立岡崎高等学校校長倍、藤富士愛知宿徳大学教授、愛知県立豊橋東高等学校校長、 日々高市愛知県立、法療高等学校校長上が、谷和弘愛知県立昭和高等学校校長、愛知埋蔵文化財センター調査課長、黒柳俊之川澄美誠、愛知県立ミッ高等学校校長原則として第1学年の生徒は、全員部活動に登録しなければならない。特起がされていないものについては男女。ただしマネージャーがいる場合もある。このか。 2006年度までは3年生を対象とした学習合宿を夏休みに行っていた。毎年6月に開催される大規模な行事の通称を。1日目に文化祭、2日目に体育大会が行われる。それぞれの学年は縦割りで断編成をして戦う。もともとは文化的行事、体育的行事という名称であったが、 名前が硬いなどの理由から2017年度より、生徒会執行部と特別活動部が、現在の文化祭、体育大会に解消。生徒は、応援、パネル、団旗合唱、団発表の4つのいずれかに属する。3年生は、約1ヶ月前から、団役職の決定や企画書の提出などの準備をし、 一学期中間交差が終了すると三学年の全体の初を合わせとなる団結式を経て、それぞれが放課後、休日などに準備を行い、集い当日を迎える。修学旅行2年生の10月に行われる。近年の行き先は、九州で多宰府天満宮、長崎原爆資料館などを見学。芸術鑑賞会毎年11月に、 カリヤ市総合文化センターなどで行われる演劇、音楽、古典的芸術をそれぞれ一年交代で鑑賞する。ジャズミュージック、シェイクスピア演劇、和太鼓など毎年違った幅広いジャンルの芸術を鑑賞することができる。球技大会毎年3月の卒業式後に1、2年生のみを対象とした大会。サッカー、バスケットボール、ハンドボール、ドッジボール、 バレーボール、卓球などから一種目選び、クラス対抗で争う。10周年記念式典1995年10月26日に開催。ガッツイ始末が公演。20周年記念式典2005年11月11日に開催。ピーター・フランクルが公演。30周年記念式典2015年10月29日に開催された学校創立30年を祝う式典。 歴代校長や同窓会長などが訪れ30周年を祝った。全校生徒に遠隔を示した記念冊子が配布された。講師として渡辺陽一が来校、世界からのメッセージ、マイナス希望ある明日のために、マイナスというテーマで講演が行われた。校長先生の部屋、刈谷市立小垣江東小学校校長先生の部屋、 刈谷市立小ツオ東小学校読売新聞2006年11月15日付長官、読売新聞2017年6月14日付長官。ありがとうございます。